した犯人の名前と遺体の在りかを伝えようと。つまり菰田さんが強請った相手は宇田川さんではなく、この印南さんということですか？宇田川さんが印南さんを殺害したのではなく、真相は逆だった。残る謎は一つです。君に偽りのアリバイを作らせておいて、宇田川さんは一体何をしたんだ？何もしていませんよ。だってあの人、このままでは私は忙しさを潰される。休息の時間が欲しいのだよ。息抜きのためにどこかで私の階段を務めてもらいたいんだ。フルーツにはビタミン C が豊富に含まれているんだ。フルーツって言ってもいろんな種類があるわよね。何がおすすめとかあるの？レイム、いい質問だな。フルーツの中でも低カロリーかつ栄養価が高いフルーツがいろいろとあって、その中でもおすすめのものを教えるな。まずはレイムの好きなイチゴだぜ。イチゴはビタミン C が豊富で、実は糖質が少ないフルーツなんだ。イチゴは私も大好きだわ。好きなものを食べてシワ予防になるなら最高ね。あとはお金の問題くらいかしらね。確かにイチゴは安いフルーツではないからな。季節によっても手に入りづらい場合もあるしな。そんな時